はい、こんにちは。相手は星4なんですけれども、えー、全員レベル75。周、えー、ユが、えー、ミニオン使いで、えー、キティが、えー、回復薬、えー、ウィリアーズが、えー、フィエンド使いで、ややこしい。えー、サファイアがいて、 で、グリーンバースティーがいる。こちらは、えー、フェラントカウンターチームにしました、えー。ゴルメクをコスチューム側にしています。はい、来ます。赤はある。 もうちょっと欲しいな。贅沢か。どうしたらよい連鎖で消せない。あ、消せる。ここ行きましょうか。いいとこ見つけたと思ったのにな。ここに赤が降ってきて赤ダイヤができたらとってもいいのにな。 ここに赤が降ってきて赤ダイヤができたらとってもいいのにな赤ダイヤを作りましょう赤ダイヤ使っちゃいましょうよしそれではそれではそれでは、ね、ボルドタスクを使い えー、では、えー、青弾を使い、やっぱり怖い、グリーンバースティーに対して、連民概念を使い、カウンターを張り、周囲にマナが溜まっているんで、えー、ゴルメクは温存して、えー、ここ行きましょうか。 で、周ユがミニオンを使ったところで、えー、ゴルメクを使い、グリーンバースティーがあと42。あと42か。では、まあ、えー、ここ行きましょうか。 グリーンバースティーの、えー、これ怖いんで、えー、今から、えー、グリーンバースティーを避けて、えー、プレイをしていきます、えー。グリーンバースティー怖いと思ってるんですよね。いけたグリーンバースティーいけたよかったよかったよかった。 では、えー、空打ちでマナーを貯めて、えー、赤の位置を変えて、赤竜を作るよりも空打ちでマナーを貯めて、この辺が、プレイヤーの性格出ますよね。つまりねじっこいんです。えー、では、えー、ゴルメクをつ、 ボルドタスクを使って、フィエンド貼り付けて、ではサファイア狙っていきましょうか。サファイアに年民概念使い、えー、またゴルメクは温存して、えー、では、えー、フェラント君使って、サファイアはスキル打ってくるかな。 とりあえず、様子見でここ行きましょうか。サファイアがスキル打ってきた。でもカウンターで倒せた。よし。えー、それでは、それでは、それでは、えー、また周囲に、えー、ミニオン呼ばせて、で、えー、ゴルメクで。 はい、いいですね。作戦通りですね。作戦通りですね。えー、あとは回復薬だけなんで、もう勝てるかなーと。えーし、では、えー、攻撃力上げて、フィエンド貼り付けて、あー、先にゴルメク使えばよかった。失敗した。 はい。ではもう、あとはフィエンドに倒してもらいましょうか。えー、回復されて長引いても、えー、しんどいんで、あとはフィエンドに倒してもらいましょうか。はい。ありがとうございました。厄介な星4チームで、えー、楽しませてもらいました。はい。ありがとうございました。